のんちゃんって言いやすね。のんちゃん、あ、デスタムーア、ほう、あ、亀がいるね。で、サイクロプスじゃないわ、あれは。いや、勝てる、絶対勝てる。いや、あー、もうまたあれじゃん、これ絶対身代わりじゃん、これ身代わりタートルでしょ、これ身代わりタートル。どうしたらいい、身代わりに。やっぱタメトラ、いやー、ちょうんちょ時間切れとかある？そっちか、意味がありすんの。そっちか、身代わり。自分のコミュニティで時間切れとかある？で、身代わられるしね。刃ボディだったらもう泣くよ、エテは。これ刃、刃棒だったら泣くよ。暴れるぞ。これ刃棒だったらマジ暴れるぞ。根に持つタイプ、そっちか。根にもか。根にもだったか。いや、けどまだワンチャンある。根にもだったらまだワンチャンある。すげえ上がったんじゃない、これ。死んだ。あ、生き返る。すごい。で、特性発動率アップ。いやけど、いやいや、あ、じゃあ動けん。バイメリット効果だ、これも。ちょ、全部消してくれ、これイテハで。遊び人の前に、うわ、これパサーじゃない、シフト、パサーじゃなかった、シフトだった。まさか、まさかザラキかまされるとは思わなんだ、それは。のんちゃん、対戦ありがとうございました。おかげで6連敗です。ラグナス7戦目、ラグナスさん。はい、男性お願いします。ギガエデポン家ができたと言うたのは聞いて伺っていたが、ちょ、それエテの1000倍特化やぞ、それ。 UL エテポン家 K。 これは負けらんない、これはマジで、ま、負けらんない、これ負けんなよ、マジで、これマジで負けらんない。いけ、駆逐しろ、その腐った首をはねてやれ。うわ、やっぱ会心完全ガードは積んで、ちょい、でもつけようかな、それいるよね、やっぱ会心完全ガード。
だってエテみたいなこういうキラマジンが使ってる人にはもう持ってこいじゃんそれ。ミラクルボディ悪夢の呼び声、動き動き、え、いやそんな MP ない、こいつはそんな MP ない。ありがとうございました。7連敗いやマジで10連敗だけはちょっとマジであのそこは避けたい。そこは本当やっぱコミュニティのオーナーとして、うん、やはりそれだけはねあのしちゃいけないと思う、うん、どういうことだどういうことだこれ。えて、え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 、出たいえてか。なんだもう一人の、もう一人の僕、もう一人の僕、長野のえて、よろしくお願いします。なんかもういかついぞこれ。左のやつ見たことないし、なんか動き方がもうじっとせえ。左のやつじっとしろ。いいぞいいぞ暴走機関、うん、ちょハイテンション来ないかな。もう一回行けるよね、もう一回、もう一回。やっぱもっとね、もっと効率よくテンション上げたいな。やばい、耐えられた。おっと、これいけんじゃないかこれ。いや999以上のあのダメージ与えてる与えてる、うん、これ勝てるぞ、勝てる。8勝8戦目にしてやっと 初白星あるぞこれ。どうする、アンカーで決めに行くか。ここ一回ためとら、ためとらしちゃおうか。ためとら、ためとら、これか、か勝てるぞ。もう一人の僕に、暴走機関で、暴走機関で今5でしょ。でタメトラで、5を取った今けど、判定だと20、あれよ、なんかよくわかんない、仕様がよくわかんないな。いったろうこれは。いやー落としきれん、落としきれんぞこれ。ずんで回復されるだろう。いやけど徐々に徐々に減っていってはいると思う。きたきたきた、これ暴走期間入るから、いける、かませ。お見舞いしちゃってくれ、魔人の一振りを。
落ちる。よし、これで落ちる。HP 高ない ?HP 高ないか？ありがとうございました。やばい、やばい、8連敗やばい、やばい、8連敗だ、やばい、やばい。勇気の切断か、勇気の切断するか。もうなんで自分のコミュニティで切断しなあかんの、ふざけんな。ちょ勝てる。小4の女子、ちょ小4の女子来い。エクレール9000名、ちょ小4の女子、青森の。あけどなんかプレイ時間見た感じ、プレイ時間見た、あ勝てそう。赤飛竜、赤飛び竜と、ま、あのマッポレーナ、ちょピンクモモンか。9戦目にして、ちょっとこれ勝てそう、勝てそう。ピンクモーモンとレッドドラゴンレッドドラゴンし、ためろためろ。暴走期間、相手も同じく暴走期間。波紋、テンションがってことは、こいつあれだな、行動早いついとるな、このピンクモーモン。超行動早いあたりつけてそうだな。エデの行動早いより上回ってきたということはそういうことだね。だがテンション下げられたからといって火力が低いわけではないから、これで大ダメージ。8割持ってったでしょ、俺で。8割持ってった、今ので。500。ビッグマン。600。時々バイケルとショーとかあるよ。勝てる、勝てる、勝てる、勝てる。勝てるぞ、これ。いけ、押せば倒れる、押せば倒れる。パルプンテ MP が回復したの、まずん。落ちて、いや落ちるだろこれ。会心入ったよ今で。もう一回行く。落ちろ。よし。モロタで。9戦目にしてやっと白星復活。しかし残念だったな。キラーマジンガのこの効果力、ザオラル程度のその復活じゃ。ワンタンキルだぜ。
瞑想もしたしね、もう万全万全の体勢です。これでまれにハイテンション、ここでハイテンション引く。やっちゃっておしまい。50、もうなんとかし100まで貯めたいよな。復活パルプーンってけど今58とかしか、あーそれ50、エテの50が、エテの50、やっぱザオリクとかあったらまたちょっと変わってたかもしれないね、うん、なぜザオラル対戦ありがとうございました。初勝利けど、エテの心のどこかで負けないかなって、10連敗した方がなんかもう美味しいんじゃないかなっていう、エテの心の隅っこの方でなんかワンチャン負けないかなとか、そういうちょっと美味しいところをなんかちょっと負けようかなと思った部分もある、正直今パルプンってなんかもうすげえダメージ飛んでこないかなとか、来い来いってちょっと思っちゃった自分が情けないはい、最後あやもみさん対戦よろしくお願いします。63時間やってるね、秋田県のあやもみ。これはあれじゃん、イッタブルの巨大イッタブルだ。プレイ時間的にはエテと そんな変わんないから、これワンチャンあるよ。これ最後2連勝して終わろう。今日はとりあえず一旦マテリアルバーン来て暴走期間ハイテンション来たらね、もう最高なんだけどな。これタメトラやっちゃおうか、一回タメトラ聞くかな。タメトラやってみよう。暴走期間今25でしょ、タメトラでちょっと吸えない、タメトラ吸えない。あ、そういうことか。今やっと理解したわ。タメトラってテンション影響するんだ。テンション影響っていうか、そのテンションを、だから溜まったテンションを攻撃に乗せると同じで、溜まったテンションをタメトラに乗して使っちゃってるってわけか。うわ、なるほどね。理解したわ、今やっと理解した。今バカだった、相当言ってバカだったわそれ。ってことはタメトラない方がいいな。どっちにしろ暴走期間とかでテンション上がるから、ためきてボディの方がいいのか。じゃあためきてボディか。それだったら100、勝たないこいつ、こいつ勝たない。100やで、こっちテンション100やで。なんだろう、メタルボディとかついてんのかな。いや、それはないか。メタルボディついとったらもっと食らわないか。相手もちょっとじわじわテンション上げてきてるのがちょっと怖いな。やっておしまい。あ、そうか、このあれだ、コクチュンヌ。あー
その攻撃のそのコクのあれでちょっと下がってるってのもあるな。あぶねえ。まだなんて持ってんの。3759。対戦ありがとうございました。負けました、負けました。強えわちょみんな、ちょみんな強えわ、ちょ舐めてたわ正直、正直舐めてたわ。もうもうこれこのマジンガさえいりゃ絶対ご勝負できると思ってた正直、あの低く見積もっても低く見積もってもご勝負できると思ってた結果、けどもうこのありさま1勝9敗という結果になりました。ちょっとま、ちょ一回ちょ育て直すわまた、うん、さすがに、さすがに育て直す。もう次はもう逆にね9勝1敗、うん、もうだいたい漢字はつかんだ、今ので漢字つかんだから、だいたい亀、やっぱまだ身代わり使ってる人はそこそこいるんだなっていうのが一つ、うん、であと身代わりの刃ボディで、あとマダンテね、うん、マダンテで、エテのキラーマジンガの、特性の変更、スキルの変更、あと新たに作成する新パーティー、そろそろでも腐った死体軍団、腐った死体軍団プロジェクト始動の時が来たのかもしれない。ラグナスさんの巨大なエテポンゲーに負けました、もう一人の僕にも負けました。このままじゃ終われない、逃げんなよ。次やるときもう一回潜ってくれ、それか個人的に対戦仕掛けてやるから個人的に闇討ちだ闇討ちはい、では、とりあえず、第1回コミュニティ対戦、今回は10人の方と対戦しました。はい、またね、育てたらすぐに第2回第3回と、土日とかに基本はやろうかな、うん、土日の、まあ、時間ある時だったらね、もっといっぱい、いっぱいの人と戦いたいんだけどね、うん、それこそ生放送とかでできればもっと、戦いやすいというか、うん、参加しやすいんじゃないかなと思います。はい、まあ、いろいろと考えておきます。はい、ではコミュニティ対戦動画でした。ご視聴ありがとうございました。